こんにちは。ナナです。王座戦第2局で解説を担当した増田七段ですが、藤井聡太竜王名人について今年に入り、メディアの取材を受け、興味深いことを語っていました。語っていた内容は、藤井聡太竜王名人の一言で、劇的に将棋が上向いたという内容だったのです。デビュー直後感じたことや、さらにアベマトーナメント控え室で言われた一言が、増田七段の意識を変えたという内容です。実際同じチームで戦ったのは、チーム戦初回の4年前の話。あの当時は、なぜか個人戦で連覇していながら、リーダーに選ばれなかったのよね。あれって、年齢制限があったからなのかな？それは、そうとその時の話を次のように語っています。増田七段が、藤井聡太七冠と初めて対局したのは、プロ入りする1年ほど前の研究会でのこと。その時は際立って強いとは感じなかった。だから、プロデビュー直後に非公式戦を戦った時も勝てると高をくくっていました。でも、わずか1年で、前回とは比べ物にならないぐらいに強くなっていて、年下にハンディなしの対局平手で負けたのはこの時が初めてでした。その後2017年6月竜王戦決勝トーナメントでの対戦は、藤井七冠にとって、史上最多29連勝がかかったものでした。凄まじい数の報道陣に囲まれ、僕は、かなりプレッシャーを感じたのですが、彼は、終始平常心で勝ち進んだ。そのメンタルの強さには、衝撃を受けましたね。20年のアベマトーナメントで、藤井さんとチームを結成。1回戦の時、僕は逆転負けをしてしまった。それで、控え室に戻って、攻めきれずに負けちゃいましたとこぼしたら、藤井さんからそうでしたか？私は攻めすぎているように思ったのですがと帰ってきました。つまり、僕自身は、攻めが足りないと感じていたのに、藤井さんは、真逆で優勢だったのだから、もっと守りに入って、安全に勝てたのではないかと見ていた。それから、藤井さんの将棋を欠かさず見るようにしたら、攻守のバランスがすごく良かった。僕も、攻守のバランスを意識するようになって、調子が上向いてきたんです。って話をしているの。ですから、控え室で藤井七冠からもらった何気ない一言が、自分の成長に大きく寄与したのだと紹介しています。増田七段は、デビューする1年前の藤井七冠と対局をしその時は、強いと感じなかったため、四段昇段後、すぐに戦った非公式戦。これは炎の七番勝負だね。この戦いで見事に負けてしまった。そして気がつく。あの時とは全く違っていると。さらに29連勝を成し遂げた、その対局の相手だったのが増田七段だったんですよね。メディアの凄まじい熱気の中で、冷静に語っている藤井七冠を、ちょうど真ん前で見ていたわけで、自分のことではなかったけど、相当な圧を感じたはず。そう大人に囲まれながら淡々と語る中学生の心臓の強さを、目の当たりにして、将棋だけじゃなくて精神力も負けていると感じたことでしょう。29連勝という記録を作る過程で過熱する報道に対しても動じることなく、着実に勝ちを伸ばしていった姿を見たときに、心底驚いたと語っています。ここで言っていた衝撃を受けたという言葉からも、今までに感じたことのない気持ちの変化もあったはず。報道の過熱は今も同じですが、そういう中でも、藤井聡太七冠は大きな期待をされる中できっちりと結果を出し続けている。気力だけではなく、精神力の強さがなければなすことができない芸当です。今まで、藤井聡太七冠との対局をしてきた棋士は気力もさることながら、間違いなく、その精神力に圧倒させられている部分が大きいわけです。普通なら、圧倒的強者を前にすると、たじろいだりするものだけど、平然と凄まじい手を指してきたりするわけで、さらには、最終盤の緊張の中でも、正確な読みをするのだから、気遅れしてしょうがない。そもそも、多くの人が口にしませんが、藤井聡太七冠の登場で大いなる刺激を受け、成長を遂げている棋士は少なくない。
同じく、炎の7番勝負とは、別企画になる魂の7番勝負ってのもあって。この企画は、2017年秋に、若手棋士と40代トップ棋士が、7人ずつの団体戦で競う非公式戦で、当時四段だった藤井七冠が、7人のベテランの中から、行方九段を選び、対戦が実現した対戦でしたが、藤井七冠が見事に勝利しています。これを、行方九段は、王位戦の解説中、約5年半の年月を経て、改めて振り返って、なんで、こんなにバランス感覚が長けているんだろう、と不思議に思った記憶があると語っています。瞬く間に将棋界を背負う存在となり、史上2人目の七冠保持者となった藤井七冠。印象の変化を問われると、肩書きがめちゃくちゃ変化してるよね、笑いと笑っていましたが、5年か、そっかと、年月への実感を込めていたのが印象的でした。デビュー直後から、トップ棋士に強烈な印象を与えていた藤井聡太竜王名人。ただ、増田七段は、デビュー前に戦った時は、大したことがないと、感じたとしていますが、ネット界ではかなりの有名人だったようですね。2017年7月3日放送の、中井雅宏の身になる図書館2017年上半期。話題のニュース全部見せます。3時間スペシャルで、藤井聡太七冠当時は四段でしたが、ネット将棋で有名だった過去が明らかになったのです。番組では、公式戦29連勝を果たした藤井七冠の強さを徹底取材。VTR で、藤井七冠を、8歳の頃から知る将棋ライター、鈴木博彦氏が登場し、大器の片鱗を語りました。鈴木氏によると、藤井七冠は、地元、愛知県瀬戸市で、身近にライバルがいなかったため、ネット将棋を使い、対戦相手を探したという。そこで、藤井七冠は、小学校2年生から7年間で1500局を超える対局を行い、実戦経験を積んだとのこと。匿名だったが、あまりの強さから有名で、プロの間でこの子は誰なんだ?と噂話が広がって、どうやら藤井くんらしいということになった。どんな将棋を指すのか、と、プロが寄ってたかって対局したというのです。その中には、藤井七冠と対戦し、連勝記録をストップさせた佐々木勇気八段も、当時は5段です。鈴木氏によると、佐々木八段も数局指したが、ほとんど勝てなかったと証言していました。このように、藤井聡太七冠がネット将棋で有名だった過去が明らかになり、あまりの強さで有名になり、プロが寄ってたかって対局したそうですよ。このネット将棋については、藤井七冠本人が実際に語っていたこともありましたので、真実でしょう。ここでは、佐々木勇気八段も証言していますが、それほどに、相当な強さを披露していたんでしょうね。ネット将棋での練習をしている棋士だけが知っていた事実。ネット将棋は、活用しつつも AI を駆使した研究を始めたのはやはり、三段リーグに入ってから、以前にもご紹介しましたが、藤井聡太竜王名人が四段昇段直後お母様同席のもと、ご一緒にインタビューに答えるというスタイルで話をしていたことがありました。ソフトを使い始めた時の話。まずおまけの話から。5歳で将棋を始めたきっかけが、祖母、育子さんが買ってきたスタディ将棋、苦悶出版だったそうですね。お母様。それぞれの駒に矢印がついていて、役割が一目でわかる将棋キットで、すぐに熱中していました。私の母が言うには、のめり込み方が、他の孫に比べて、聡太だけ突出していたそうです。七冠、スタディ将棋の何が気に入ったのかは、あまり覚えていないのですが、単純に楽しかったのだと思います。将棋なら、年上の相手と対等に渡り合えるというのも嬉しかった。どんどん、新しい手を覚えて、それまで勝てなかった相手に勝てることに、やりがいを感じていました。と、将棋は、本当に楽しくてしょうがなかったようですね。そして、記者から次のように質問されます。この半年で急激に強くなったように感じます。3月に、藤井三段、当時と対戦したプロ棋士は、
一気抜けは無理と断言していました。一方で、私の友人は、今や、三段と、大駒一枚違うと言います。何があったのですか?と質問されると七冠は、大駒一枚は、言い過ぎです、かっこ、笑い。でも、今年の5月くらいから、フリーソフトを何個かインストールして、パソコン上で将棋を指すようになりました。自分の弱みや間違っていた手がわかるので、勉強になります。このように答えています。三段リーグで AI 研究を活用し始め、飛躍的に実力をつけたってことかしら?普通の棋士なら持て余すところをしっかりと使いこなし、もともとあった力を、さらに磨き上げることに成功したように見えます。このインタビューは四段昇段直後で11月。そして、今年の5月と言っていますので、三段リーグで戦いを始めてからやっと、AI を活用するようになったことを語っています。今では、AI での研究は一般的。そんな時代ですから、棋士も大変のようです。木村九段曰く、常に情報を集め工夫し、正解を出し続けなくてはいけなくなりましたね。勝負どころの変化球も1、2回使えば研究されてしまう。一つのアイデアの寿命が短くなってきたんです。以前は、新手の効果は1週間とされていましたが、今は30分で対策が出てくる笑い。これはしんどい時代ですよ。深浦九段。つまり、最善手だけではなく、2番手3番手の良い手を探す姿勢が求められていますね。木村九段。棋士は、勝負のストレスのところでためらいます。その迷いを断ち切り、背中を押してくれる、軍師の役割が AI だと思います。現在は、一つ間違うと、負けるストレスを局面が増えました。かつては王を囲い切った方が、守りは堅固とされていたのに、今では、囲う前に攻める方が、勝率がいいとされるようになりました。だから、危うくても攻め続けることがトレンドになり、受け切って勝つ局面は減りました。って対談で語っています。AI が登場し、新しい手を生み出しても瞬時に解明され新手ではなくなるわけで、次々にオリジナルな指し方を求められる時代。そういう荒波の中でも見事に対応しているのが藤井聡太竜王名人。今年はかなり大きな節目を迎えようとしています。藤井聡太八冠誕生は見えている。I'm sitting back against the door. I can hear your laugh resonate behind that door.See me when she's there. I could disappear, you wouldn't even care. Why does it hurt?